彼女ができちゃって来月結婚するわ。家賃とか大丈夫？でもまあルームシェアとかあるから。よろしくお願いします。大田学です。岸愛の25歳です。32歳で派遣会社に勤めております。ただいま、就職活動中です。あ、はじめまして、リオと申します。都会に住みたくて志望しました。彼氏と別れまして、住むところがなくなってしまったので。ルームシェアは初めてなんですけど、職場もすごく近いので。部屋の掃除とか僕好きなんで。なんかこう仲良くね、あんなことやこんなことして楽しみたいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのちょっと待ってください。これ朝の分ちょっと多く作りすぎちゃって、もしよかったらどうぞ。合わなかったら残しちゃっていいんで。どうぞ。美味しいですか？よかった。あ、皆さんおはようございます。皆さん早いですね。あ、そうだ、今朝バナナマンゴーミックスジュース絞ったんですけど、いかがですか？絞ったんですか？そう。すごい。今朝手で絞ったんです。あ、手で絞ったんですか？そうなんです。もしよかったら。あ、いいですか？はい、もちろん。いただきましょうか、せっかくなんで。あ、飲まれますか？やった。あ、美味しそうだな、これ。今朝絞りたてなんで。あ、でも
なんかちょっとやっぱ手で絞った感じかな、やっぱちょっと違いますね。そう、手と足で絞ったからね、うん、足もすごいフレッシュだと思いますよ。足もそうですね。そう、美味しそうですね。じゃあいただきます。はい、召し上がれ。うん、美味しい。今日も上出来。フレッシュいいですね。くれるんですか？あー、ありがとうございます。じゃあいただきます。あ、バナナね、いいですね。ちょうどヨーグルト、うん、シュートを食べよう。時間決まってないので昨日も測ったので、はい、そうなんだ。夜うるさくないですかね、私。うん、大丈夫ですか？全然大丈夫。なんかうるさい時言ってくださいね。私たまに酔っ払って帰ってきちゃったりとかするんで。あ、お酒好き？お酒好きです。本当に、はい、あ、すごい、ね、私もすごい好きなんだけど、うん、今度さ、お家で飲まない？それいいですね。うん、うん、どうですか？あ、お好きですか？よかった、よかった。じゃあ皆さんで一緒に、うん、共同生活スタートということで、うん、記念パーティーなんかしましょうか。やりましょう、やりましょう。そしたら私、お手製の手足使った美味しい料理使う。あ、作る。足も使った料理。そう、すごい得意なんだけど、はい、皆さんに喜んでもらいたいから頑張っちゃおうかな。いや、それも楽しみですね。足、その様子を見たいですね。あ、本当に一緒に作る？そう、一緒にちょっと、大丈夫、作れるかな、大丈夫かな。いや、もうちょっと難しいかな、初めて。いや、絶対難しいですよね。足なんて使えないですもん。料理は任せて。楽しみですね。パーティーか。あ、私、この後、洗濯物をいっぺんにしちゃおうと思うんですけど、なんか、溜まってるものとかあります？よかったら私一緒に洗っちゃうんですけど。ある。あ、じゃあ置いといてもらえれば。はい、私一緒に回しちゃうんで、後で置いといてください。りょうちゃん、あります？え、いいの？うん、じゃあもういいですよ。え、でも本当に、うん、私すごい汚しちゃってるんだけど大丈夫かな。すごい汚しちゃってる。私のすごい汚れてて、はい、よろしくね。はい、わかりました。あー、よかった。困ってたんですね。全然やってください。はい、洗濯物もあったな。よかった、助かります。お掃除はじゃあ私に任せて。あ、じゃあお願いします。うん、それは掃除機はじゃあいない間にかけといちゃうから。そうなんです、はい、私ちょっといないのが多い。お部屋もかけときますね。何の汚れなんですかね。すごい汚しちゃったな。あ、うん、やばい、もうこんな時間だ。私ちょっともう仕事の時間なんで。あ、お先に。はい、うん、ごゆっくり食べてください。うん、気をつけてね。いただきます。いってらっしゃい。うん、やっぱりにぎやかだと楽しくていいですね。だったので、もしよかったらこれお弁当。好きなおかずとかちょっとまだ分からなかったけど、よかったら食べてください。じゃあお仕事頑張ってください。
うんうん、手足を、そうそう、これこれ、あ、お、これ足も、あ、来た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 、あー、ちょっと遅いよ、遅いよ、もう始めてますよ、本当にそこのくせに長いんですねお風呂がね、うんうん、あ、これ、はい、ちゃんとついてきました、うん、逃したんで、じゃあ改めまして乾杯しましょうか、うん、じゃあ3人の、うん、ルームシェアスタートに記念して乾杯、乾杯、イエーイ、ただ単にゲームやるだけじゃつまんないからさ、うん、罰ゲーム決めない、あ、じゃあ人にやられることにしようか、そうしよう、そうしよう、すごい尖ってるけど大丈夫かなこれ結構行っちゃうよ、これ行くね、結構奥まで、じゃんけん決めよう、じゃあ待って、よし、これ見える、うん、さ、最初はグーじゃんけんぽい、あ、あ、一番最初だからなこれ、あ、もしかしてこれあれかな、リオちゃん、そこ、これあれかな、これはどんな、あ、これあれか、あ、なるほどね、いや、でもやっぱり、あ、それこれかな、これか、あ、ちょっと、あとなんか分かりづらいの、分かりづらいの行こうかな、これ、あ、これとかどう、分かりづらいくない、うん、分かりづらい、これでも寿司でしょ、うん、いいのそれで、どこどこどこ、お、はい、うん、お、イカだった、早っ、あれそれなんだ、なんでもっと盛り上がろうよ見てた今、むしろ食い組みで今乗せたよね、うん、話のまだ乗せたのそんでもイカはっていうちょっとマジで沈むんだねこれ、怖い、えい、マグロとエビ、ずれちゃった、ずれちゃった、それ乗せないと、これ乗せない、ウェーイ、イエーイ、今のずるくない、今のずるくない、今、押した予定で、手で押したよ、今のハンド、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 サッカーじゃない、はい、オッケー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 、もういいよ、いいよ、もう行こう、よし、よし、行くぞ、やってる、よし、からの右、ちょっと待って、無理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 、気持ち悪い、もうこれはこれでいいよね、うん、もうやめよう、これはこれはやめよう、よし、え、なになんでこんなにすごいの、しりとり、じゃーん、何それ、これね、かけるペン、体に落書きすんの、顔ペンって書いてある、そう、すげえ、これで落書きされるっていうのはどう、ねえ、なんで持ってるのそれ打ち合わせしたでしょそれ、これにしよう、これで決まり、あ、お題とか決まってない、お題とかね、しりとり、待ってよね、リンゴ、リンゴ、リンゴ、ゴー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 カジキ、ま、え、じ、じ、じ、あー、ちょっと待ってよちょっとちょっと待ってよなんだろはい、はい、はーい、はい、なんて書く、どうする、何書く、はい、エッチなこと、なに、
何これ、チンチンってモロじゃんストレートだね、りょうちゃんって。お題、じゃあお題は、うん、食べ物、食べ物、食べ物にしよう。これこれ、うん、どういうこと、お題、これお食べ、食べ、食べ物、りょうちゃん何を言い出すこれ、うん、ダメ、でも、うん、あ、うんがついちゃう、へぇ、大丈夫、大丈夫ですはい、じゃあ走りますよ、はい、はい、食べ物、食べ物、よーい、スタート。ちょ、誰から負けた、負けた、ごま、まー、豆、豆びっくりした、きのこ、バレちゃったからね、はいはいはい、チーズひっくり返っちゃったよ。トランプ、このカードが罰ゲームなの、引くの、痛くない、せーの、じゃあ私見ないでめくるね、うん、せーの、じゃん、え、なにこれ、いいのこんなの、なになに、見ていいよ、なんで、右隣でくつうとしてお酒飲む最後まで読めてない、え、右隣でくつうつして、くつうお酒を飲ませる右と、これどう、バコンって言ってない、バコンって言ってね、ここから急にバコンって言っちゃったね、これ私だけじゃなく、私なだけでなく、キッチも罰ゲーム参加ある方だね、うん、そうだね、うん、本当にくれるの、え、本当に、うん、うん、ねえねえ、全然来ない下に行ってもね、でも恥ずかしいね。ね、本当は自分がやられたかったんでしょ。いや、席が間違えちゃった、うん。そうだね。席がキスちゃんだったら。あ、また来た。またか。東京23区。うん。うん。渋谷区。宿でやんの？あ、違うか。豊島区。台東区。北区、いや言われた、恵比寿くんじゃない、北区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 、なるほどね、あ、でもちょっと恥ずかしいかも、恥ずかしい、行きます、ちゃん、いやだ、無理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 です、これ脱いでって、脱ぐの、何やってんの、りょうちゃん、りょうちゃん、何脱ぐの、ちょっと待って、そうだよ、ちょっと10秒ちょうだい、10秒？大丈夫、10秒でそれ済む話？見てダメ、近いんだこういう時だけ近いんですよ、本当に、よし、お、よし、罰ゲームすごいな、いいですか、はい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 、1、2、3、4、恥ずかしい。
やりましょう。次次。北海道、大阪府、島根県、長崎県、大阪、広島県、大阪言ったよ、栃木、茨城、千葉、福岡また来た。これラストだもん、このパターン。行くかもう、はい、嘘でしょ嘘でしょ本当に嘘、やばい感じ、やばいめっちゃやばい、マジでやばい感じじゃん、やばい、これしたことないもん私何で行くの？マジで言ってんの？やったことないこんな。こんなのないよ私も。何これ？横から行くんだ。うわ、すぐ出した。すぐ出した。じゃあもう。そうだですね。確認。いや、まあ、もう。私たちも確認しよう。どうだろう。ちょ、無理でしょこれ。無理だよ。なんかあれじゃない、こうなんかこうさ、シャッシャってやったら抜けるやつ。あ、それでいい？あれでいいんじゃない？ね、それでいいかな。うん、まあ、1回目のシャってやつやってみてください。1回目のシャ、うん、ちょっとここから手入れていいじゃん見えなくていいでしょ。あ、めっちゃ抜けた。もうここ1回目抜けないと思ったら何本抜けてるんですか本当に。ねえなちょっと消して消して、はいはい、綺麗にちゃんと正式に、痛かったんだよ、正式に行こう一回目でマジ男子、これ男子かっていうぐらいちょっと、女子の量じゃないよこれじゃ今ね、男子の家に落ちてる感じの、一回と痛かったね今あーびっくりした、すごいすごい抜いてきたからすごい、ちゃんと寝たよ。はぁ、素晴らしい。これ何なのこれ。これ撮っとこう、記念に。いいよ、撮ってなくて。サランラップして。ダメダメ。なんで？いいよ、ダメ、もうこれ捨ててよ。ダメだよ、撮っとこうよ、もったいない。もったいない。ふって。ふってって。パッてなるから。ほんとに。もう拷問だよね、これ。そうだね、女子にね。なんでやってくれないの？やってよ。ほんとだよ。じゃあ、これ、乾杯。もう、もう今罰ゲームやらされそうになるんじゃないかと思ってちょっと流れ変えようとしてるんでね。もう入れちゃうからね、これ入れちゃう、入れちゃう、飲んじゃう、知らないから、ね、知らないから。じゃあこれは3人で仲良しの、はい、乾杯、乾杯、お近づきに。はあ、よしじゃあ食べよっか、食べよう。はあ、面白かった。ちょ、いや、やめて、やめて、隠し味みたいにしないでよ、ほんと、違うから。あーあなんなの、ほんとに豆入っちゃったまあでも食べるんですけどね。食べんの？食べます、全然大丈夫です。人の芋なんだと思ってんの、ほんとに。なんなの、ほんとに。これ粗末にしないで。うんうん、何、ふりかけじゃないんだから。うん、なんなの。いいね、いいよ、もうママにしようかも
けない。寝てるよね。寝てるよね。なんでこんなとこ来ちゃったんだろう。はあ、こんなことしちゃダメだよね。やっぱ帰ろっかな。でもここまで来たし、でもどうしよう。寝てるならちょっとぐらいいいよね。そう、ちょっとだけなら。ダメなんだけど、ちょっと楽しいかも。こういう匂いしてるんだ。ごめんなさい。起きちゃった？寝てない？あ、起きちゃった？そういうつもりじゃなくて、なんていうか、こう、ごめんね。こんなことして勝手に入ってきて、やだよね。寝てるのに。
いい夢見てた？邪魔しちゃったかな？でもずっと最初にこのお家来た時から思ってたことがあって、もう結構時間も経つし気持ち伝えなきゃなって思ってて、でもそのこうなんかこう同居人だし、あんまそういうのって良くないのかなと思ってたんだけど、でもやっぱり我慢できなくて。私好きです、好きになっちゃった。いけないのは分かってるんだけど、ダメ？ダメ？ダメかな？私じゃあダメ？さっきお風呂場で覗いてたでしょ？あれはりょうちゃんを見てたの？それとも私？とにかく私はあなたのことが好きになっちゃったの。だからいいでしょ？いいかな？もうここまで来ちゃったからどうしようもできないよね。帰りなさい。お仕事お疲れ様。あ、共有スペースで仕事してごめんね。ここが一番仕事はかどるの。仕事終わったらそっちの部屋行ってもいい？本当？仕事頑張るね。ずるい、ずるい、ずるい、ずるい。ヘッドフォンしてるから聞こえないよ。私にバレてないって思ってた。どうして嫌がるの？大丈夫、大きい声出しても聞こえないからね。え、キッシー。
じゃあ、おっきい声出さないから嫌がらないで触ってくれる？